皆様こんばんは。君の会と申します。街頭演説をやらせていただいております。私あのツイッターをやってるんですが、ツイッターで毎朝7時に尖閣諸島の天気予報っていうのを出しております。もうやがてもう5月で1年になるんですが、1年経ってやっとあの朝7時に上げて夜12時を迎える頃にはリツイートで120ほどいただくようになりました。皆さんの関心がどんどん高まってきたんだなと思っております。尖閣諸島沖縄南の島なんですが、今そこで何が起きているのかということを皆様ご存知でしょうか。中国の海警船、まあ、日本でいうところの海上保安庁の船がほぼ毎日やってきて、ここは中国の領土だと言って我が物顔でやってきております。日本の海上保安庁の皆様も一生懸命頑張って守っていただいております。何年前でしたか、尖閣諸島の沖で海上保安庁の船と中国の船が衝突するという事件がありました。まさにあの中国は尖閣諸島を狙ってきている。しかし尖閣諸島は歴史を紐解いてもですね、一度も他国の領土になったことがない、いわば純粋な日本の領土だ。何かのきっかけで一回でもどっかの土地になったとかということは一回もないんです。ですから日本はこの尖閣諸島をしっかりと守らないといけない。そして皆様にも関心を持っていただきたい。この夏、夏休みで旅行に行かれる方もいらっしゃるでしょう。ぜひとも沖縄県に行っていただきたい。そして沖縄本島だけではなくて宮古島、石垣島、そして小さな島々行っていただきたい。そして沖縄のいいところを日本の皆様に知っていただきたい。行けば石垣なんか特にですね、尖閣諸島の話題なんかも出る。町中がそうやって盛り上がっている。ですが我々この東京から耳にする目にすることは、沖縄において基地の反対運動があっています。反対派がこうやってやっています。機動隊が何人排除しました、怪我をした人がいます、こういうニュースが多いわけであります。しかしなぜ沖縄に米軍基地があるのか、これもやはりしっかりとした歴史を学んでいただければ分かることなんですね。どうして沖縄だけに米軍基地がたくさんあるのか、しっかりとした歴史を学んでいただければ、これは理由がちゃんとあるんです。ですが今を生きる我々は今のこの生活が生活に不便だからと、こういう理由だけで反対をする。歴史のことなんか何も考えずに今この時を不便だと考えて反対をする。果たしてそれだけでいいのかなと思うわけであります。今沖縄の本島で問題になっているのは辺野古への移設の問題であります。これはあの沖縄行かれた方はよくわかると思いますが、あの普天間というところがですね、今基地が大きな町の島のど真ん中にこう普天間という基地があるんですが、これを海沿いに移転をする、この計画をやっているわけですね。そしてあの町のど真ん中にある普天間基地を日本の国に沖縄県に返していただく、そのためには今いるその普天間のいる配備されている 軍をですね、少し移動してもらわなきゃいけない、この話なんです。そして丸々それが辺野古に行くわけではなくて、
その中から一部はグアムに帰るわけです。こういう話を皆様はあまりご存じないと思う。普天間がそのまんま辺野古に行くって思ってらっしゃると思うんですが、事実上の規模縮小なわけですね。しかもよく新聞やテレビで言うのは辺野古新基地と言いますが、今辺野古に移設しようとしているところにはもともともう基地があるんです。ですから新しく新造するわけではなくて、今作っているのはその基地の敷地の中に滑走路を作りたいんだ、航空機が離発着できるヘリポートはあるんだけども固定翼機が離発着する滑走路を作りたいんだ、それを土地の中ではなくてもっと海沿いに作れば辺野古周辺の住民の皆様にも迷惑がかからない、騒音も多少軽減できるというところで海に滑走路を作ろうとしているわけです。ですから辺野古に移すことが新しい基地を作るわけでもない、そして沖縄の基地負担軽減に少しでも貢献するという、この2つの利点があるということを皆様にお知らせをしたい。ですからあそこに辺野古に移転することを反対する理由が私には全くわからないわけであります。反対する理由がもしもあるとすれば、私がこれは私の考えなんですが、普天間で今土地を貸している沖縄の米軍にですね、その人たち地権者というんですが、それが辺野古に移って普天間が沖縄県に帰ってきたらもう土地を貸している代金が入ってこない、これを心配してというか、ここに反対の理由があるのかなと私は推察するわけであります。でなければ規模は縮小する、滑走路は海に作って騒音も減る、なのになぜ反対する理由があるのかな。そしてまたこの反対している人たちが平和活動センターっていうんですね。ところがその平和活動センターと言っているそこの代表者が暴力行為で逮捕されているわけです。そしてこの間執行猶予付きの有罪判決が出た。どこも平和じゃない、何も平和な活動をしていない。 YouTube でご覧いただければ分かります。沖縄の防衛局の職員を掴んで無理やり座らせて頭を押さえつけて、そういう動画が流れてきます。そして国連に行って我々は平和な活動をしているんだと訴える。本当にですね、この反対する人たちの意見というのは私たちには理解できないところがあるんですね。そして得意分野があって、やっぱロビー活動というのがすごく得意なんです。私たちも勉強しなきゃいけないと思います。賛成する、今のこう大きな方針に賛成するロビー活動もしっかりと推進してやっていく。今国会議員の中でそういう人たちがいらっしゃいます。杉田水脈さんとか山田博さんとか、ああいう方々が国連に行ってすごくいいロビー活動をしていただいている。まだまだでもその反対派の人たちにはかなわないんです。やはりどうしても向こう側の意見が採択されがちでありますが、私たちが正しい情報を得て正しい考え方を持てば、この意見は大きく膨らんで日本国中の意見になるはずです。ですから沖縄の基地反対運動というのを改めてよくよくしっかりと調べて、皆様も正しい知識を持っていただきたい、このように思っております。ありがとうございました。